どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみようと思います。今回はやりました、とうとうガズレレ初登場、日本のロック界のボスドン矢沢永吉さんの I Love You OK をやってみようと思います。はい、この曲はですね、まあ本当ウクレレでこれが弾けるってすごいいいと思いません？もう心込めて、歌ってください、ガズレレ流ですから、なるべく簡単に弾けるようにアレンジしています。もう心込めてね、もう本当、気持ちを込めて歌いたい曲だと思うんですけれども、いつものように2バージョンやります。最初はですね、初心者の方でもすぐに弾けるように簡単に落とし込みましたけども、歌はねやっぱり簡単にはできません。もうやっぱり心込めて歌えるようにねやってみようと思います。はい、で、途中解説を入れまして、後半はちょっとかっこいいリズムアレンジで、2バージョンやってみようと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。でウクレレなんです。ウクレレこんなちっちゃくて可愛らくて弦4本しかないんですけど、もういろいろな音楽が奏でられるですね、ものすごくこう携帯性のいい、しかも簡単なんですよ。奥は深いですけどね。でやっぱり大好きな曲、自分の人生を変えた曲とか自分で演奏して弾いたら、これは本当にね、なんというか豊かなことでですね、なんでぜひ皆さん音楽聴くのもいいですけど、やる音楽もちょっと体験するにはウクレレが一番おすすめですので、ぜひ矢沢永吉さんのこと大好きな方も、ウクレレで弾いてみてはいかがでしょうか。どうしたら弾けるようになるか、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルっていうの中でですね、私が持ち方とかコードの使い方、一から最初から分かりやすく解説しているホームページがありましてですね、その数字の1からやっていくと、あれ弾けるようになってんじゃないのっていう風になると思います。そんな方が今全国全世界にいっぱい現れてきてですね、みんなもうウクレレ弾いて大好きな曲歌ってるんですけど、まあもう400曲以上のねレッスン動画が上がってますので、きっと皆さんの好きな曲もあると思います。じゃあここにリンクありますんで、そこの初心者さんをここというところを押すと初心者さん、そこの今押すページだけを見ると、ね、下に倉庫になって400曲の動画の紹介にもなってますので、ここ行ってください。はい、音楽スタートクリック。はい、ではそこから音楽始めてみてください。それでは早速矢沢永吉さん I love you OK のまずシンプル簡単バージョンの方からやってみようと思います。Thank you.
いの全てが闇に消えても、ただそれだけでわかる、誓い合った言葉は I love you。 ほい、じゃんじゃん。はい、 I love you OK、 シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、ほんとなんかこうその歌の主人公になった気分になっちゃいます。はい、そうしてるうちにですね、今東京でもめっさ今雪降ってきました。うちのバルコニーちょっと雪積もってますけど、なんかねそれを見ながら歌ったらなんかいい気分です。はい、で今のはですね一応フルコーラスなんですけど、途中の間奏部分を、省いてるだけです。で、一応ですね、この皆さんにも分かりやすいようにこの私の楽譜メモ書きノートを見せようと思うんですけど、これイントロって書いてあるでしょ、ここ後でかっこいいバージョンでやりますからね。今の、シンプルバージョンはこのコード進行で言ってましたんで、イントロはね。はい、でこの曲って4つブロック4つブロックの後2個足されてるっていう、こういう小節がちょっとね、なんていうかな、一般的ではないというかかっこいいアレンジになってます。ここご注目ください。ここ 1,2,3,4 ブロック 1,2,3,4 ブロック2個足されてるっていう感じですね。だから 4,4,2 で進んでいって、次は 4,4 ですけど、まあそんなのちょっと意識してこうメモってください。いつものようにこの点々とこの波はメロディーとかその雰囲気を私が自分で分かるようにやってますんで、まあ、これが参考になる人もいれば参考にならない方もいると思いますので、まあそんな雰囲気ですよ。はい、でまずこの4行一時停止してメモっていただければと。はい、ちょっとひらがな表記にすると歌い回しが分かるんで、ちょっとね、その辺もちょっとこうなんかヒントがあるかもしれません。要はこれが1番ですね。この2行が、この2行が2番です。はい、で本当はこれ間奏が入って、ここがまあなんていうのかな、何ていうか、なんか楽器のソロなんですけど、今はここ省きました。後半のかっこいいバージョンではここ口笛でちょっと入れて雰囲気を出してみようかなと思ってますが、でここ3番やって、ここが3番です。コード進行はね全部一緒なんですよ。はい、で最後は I love you で終わったというような流れになって、最後 C で終わりましたと。はい、こんな感じです。一時停止して、はい、でですね、もちろん矢沢永吉さんのキーとはちょっと違くて、ウクレレに弾きやすいように C のキーまで落とし込んでシンプルコードにしてますんで、はい、コードの解説します。 C 見てください。 C7 ね、これはやりましょう。2つずれるだけですからね。 CC7 Am F Dm Dm を F に1個足すだけ。 G7 E7 Em7、 はい、久々に揃いました。これ3兄弟。これはですね、この今映してるコード、これはですね、はい、ガズレレ必須コードといって、私の YouTube アレンジで、曲をいろんな曲やるときにこれだけ最低覚えておいてくださいというコードの集まりがあります。それを解説した、以前解説した YouTube の動画ここに貼っときますんで、ガズレレ必須コードここはマスターしてください。ですので今日はコードの解説は、省略しましょう。で、ではここからかっこいいバージョン突入します。でこの楽譜なんですけど、いつものことなんですけど、この下にぐるっと囲ってる丸がついて囲ってるやつは、これ上がシンプルバージョン、後半のかっこいいバージョン、この下のバージョン、これ Fm っていうコードを使うと思います。ここに Fm 書いてあります。これですね、 Fm。 ちょっとこれ難しい、まあちょっと 難関コードなんですけど、ちょっと意識するとちょっと解説しよう。一応 Fm はこことこことここを押さえますね。こことこことここで、これが教科書通りの押さえ方です。小指か薬指だね。これ小指かな。はい、これちょっと押さえづらいんで、私はですねもうこういうふうに親指使ってんですよ。これも一個の、まあ、裏技ですけど、とにかくこことこことここなんで、これ Fm。 かっこいいバージョンはですね、この曲はですね3連のリズムなんですよね。タタ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 1234タタ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 、このリズムなんで一応これが基本にやろうと思います。トトトタトトトトトタトトトトトタトトっていう感じのアクセント、はい、これですね。トトトタトトトトトタトト、裏だけのアクセントの方がかっこいいな。で結構この
玉の数が多いじゃないですか。ダダダタタタってずっと弾いてると結構ねガチャガチャなんかまあ騒がしいような感じがするんですけど、弾く位置をですねこっちに持ってくるとだいぶそのそういうニュアンスが減ってきます。さっきちょっと動画を見てもらって分かるんです。こんな感じでやってます。これがねこっちにずれてくるとガチャガチャしちゃうんですよ。こっちに来るとちょっとおとなしくできるんで、なるべくこっちにちょっと近い方でやると柔らかな音になるので、ガチャガチャ感がなくなってちょっとあのソリッドでありつつこうあのなんていうのかな、あのテンポが分かるっていう感じに、この距離で弾く位置を変えるっていうのも結構ここで学びがあると思うんで、ちょっといろいろ試してみてください。でイントロをちょっとこだわりたいです。ちょっとやってみますね。これイントロ結構あの印象深かったんでちょっとやってみたんですけど、まずですね C なんですよ最初。 CCCC で3弦の2フレットを1回入れる、はい、これがまず1個のブロックです。わかる？でん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 、ここを1回入れるだけね。だん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 、はい、次のブロックいきます。次は F です。で見ててください、ここ面白いですよ。でん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 、人差し指を離してさっきと同じ3弦の2フレット、ででででで、で F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 、 A マイナー1回弾いて今度ここ3弦の2フレット、はい、そうすると全部弾くと今までつなげるといい感じでしょ。で最後のブロックいきます。1弦に注目、これだけ3-3-3-3-2-0で最後 G7 伸ばす。シンプルでしょ。あのフレーズを解説したのがここに書いてあります。これはですね一番上の線、この英語の線なんで、これ4本ここ線があるでしょ、こう 1-2-3-4、 赤いとこが3弦っていう感じですね。1弦2弦3弦4弦です。で1弦は3-0-0-0、1弦の3フレットだけを押さえて0-0で押さえないということ。今これを解説すると1弦の3フレットっていうとここですよね、 C なんで、で0-0-0と押さえてないでしょ、ここだから、これで弾くと C になります。3-0-0-0、つまり C のことですね。で見ていただきたい、ここから さっき見たように3連のリズムなんで、ダン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 、ここ赤く書いてある、ここだけ3弦の2フレット、ダン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 、次のブロック、次 F ですね。0-1-0-2って F ですよ。1弦が押さえない、2弦は1フレット、3弦は押さえない、4弦は2フレットだから、ここ F なんです。でここダンダンダン、ここもそうです、ダンダンダン、赤が変化がある。0-0-0-2ってつまり A マイナーです。でここ0-0-2-0になります。ここら辺がちょっとややこしいかな、はい、でん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 、でこう最後のブロックは今度また C3-3-3-3、今度1弦だけで3-2-0、ここは G7 です。見てください、よく見ると分かる、2-1-2-0ですね。2-1-2-0って意味分かる、ここの2-1-2でしょ、下が、だからこれ G7 ですね。もう一回やりましょう。さあこれが解説です。この読み方ってちょっと、分からない方多いと思うんですけど、まあ、冷静にこっちが1弦で、この数字はフレットの数って覚えておくといいですからね。だからここ F って書いてあるでしょ、だからここ1弦0、2弦 1フレット、3弦0、4弦2フレットってことは、もう一回今のこちら、1弦押さえない0だから、2弦は1フレット押さえる、3弦は0だから押さえない、4弦は2フレット押さえるっていうと F になるっていうようなことです。これね、これ以上説明ちょっとネット上では無理なんで、分からない人はね、分かる人に聞いてください。これが一番早いって最近勉強になってきました。はい、分からないことは近しい人に、まあ、なるべく聞いていただいて、まあ、今の説明で結構分かっていただけると思うんですけど、これをまでやってみようと思うんですけど、さっき の, あの簡単バージョンですけど、もちろん口で言ってもかっこいいと思いますよ。これでも十分だと思います。でこのフレーズが一番最後のエンディングにちょっと出てきます。これね、これちょっと最後 C と F のところだけ、エンディングで出てくりますよと。そんなところでしょうかね。これはあとはまあその3連のリズムがこう乱れないようにというか、ゆったり感じらさせるようにするのがまあキーワードかと思うんですけど、そんなわけでじゃあ I love you OK、 かっこいいバージョンやってみます。 1, 2, 3, 4. I love you.
ただそれだけでわかる。近いあった言葉は現る。おい、じゃがじゃん。はい、I love you, OK。矢沢永吉さん。かっこいいバージョン今やってみました。リズムのこの、3連の感じがちょっとね、やっぱり歌とシンクロするの結構、難しいというか、これ上級なアレンジだと思います。タッ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 タやりながら歌うのが結構ですね、慣れてないと思うんで、うまくこうシンクロさせるのが難しいんですけど、しかもやっぱりなんかちょっとソウルフルに溜めたりいろいろしたいじゃないですか。その時にこっちは溜めちゃダメなわけで、その辺のなんか感じがね、難しくもあり面白くもあると思うんですけど、テンポをコントロールするっていう楽しみもあると思うんですよ。そのサビに行く前にちょっとゆっくりにしてからドンと突入するとか、そういうやつもちょっと今表現してみたんですけど、はい、ホームページご覧ください。いろんな最新情報が載っております。今年はですね、全国各地つつうらうら行く予定にしておりますので、皆さんも自分の街にもしかして来るかなとか、ちょっとホームページなどこそこそチェックしておいてくださいね。はい、まあ、ブログも書いてるんですよ、私ブログ。ブログもぜひご覧になってくださいね。リンクここに貼っておきますね。ホームページとブログ、見ていただけると嬉しいです。それではこんな感じで、またいろんな曲どんどんウクレレで、簡単に、奥は深いですけどね、はい、やっていこうと思いますので、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひともお願いします。それではこんな感じで今回のガズレレレッスンは終わろうと思います。ありがとうございました。さようなら、バイバイ。